はい、どうもめちゃくちゃ風邪ひきましたミストです。はい、本日はですねこちらの翼ちゃんを使ってあげた女性固め打撃4枚固め編成で UG6 の選手を作成してきましたので、そちらのサクセスの様子をこの後皆様に見ていただこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。デッキがラミー、翼、沢渡、マッチ、かぐや、キリル、ケヒャール、サポートに、ハブキとサタリシオリということでですね、6上限のミート、肩111、パワー、総力106編成となっております。でですね、今回はもうサタリシオリさんはサポートに入れてあげて、もうとにかく打撃でのタックを狙いましょうという編成ですね。はい、まあ、サタリマッチは得意練習ザップ持ってないんですけども、他3人はね得意練習ザップ持っておりますので、まあ、それをね生かして経験点を増やしていこうという作戦になっております。でまたね女性キャラ3体いますので、精霊を引けた時のね恩恵がでかいっていうのもこのデッキの魅力的な点かなというふうに思っております。まあいろんなデッキ試してきましたけど、今んとここのデッキが私の中ではしっくりきております。はい、まあ、ラミーの枠はね全然あの他の彼女キャラでも、いけると思いますので、サクセスの方ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。それではサクセス見ていきましょう。今回は外野手育成になります。でラミーちゃん入りなんで初手は遊んでいきます。さあ最速で取り返していきたいところですね。たまにね最初の1ターン目にいないことがあるんですけどね。さあどうでしょうか。走塁にいますね。ということで取っていきます。さあここからサクセススタートですね。下克上はできるんでしょうか。強いモブは出てきてくれるんでしょうか。そのあたりねぜひ注目していきましょう。お、肩いいですね。これは3人なんで踏んでいきます。序盤ちょっとラブパが欲しいっていうのはあるんですよね。体力キープがきつくなってしまいますんで。さからの2人でいいからいてほしい。2人で OK。シュバリエがちょっとやらしいけど、あ、守備でもいいっすね。まあ、かぐやは陶器上げておきたいので、これは守備いった方がいいかもしれません。ちょっとまだ基礎値が上げられない感じですけども。OK ですね。ラブパが来ない。筋力強い。今回は練習運がなかなかありますね。144超えるか。ボーナス経験点はたくさんもらうに越したことないので、なるべくねあの序盤から経験点割り振っていってボーナス経験点もらえるようにしていきましょう。モブキャラからのね点数もバカにならないですからね。さあ翼が来たけど下克上。さあ今回の下克上被害者は翼ちゃんですね。まあそんなに強くなかったけど、まあ一発できるだけで全然ねこの後のハマり具合が変わってきますので、まあありがたいですね。で今回は翼ちゃんの別バージョンのイベントで金徳取っていきますので、最悪退部しちゃっても、OK でございます。まあ、そこがちょっと安心して立ち回れるところかなといったところですね。規約エッドプラス古軍奮闘の方を取っていきます。というのもラミーと祝福がエピローグね被ってしまってるので、それを避けるためですね。はい、で、解説今はしてるんですけども、この動画撮影当時私はそれに全く気づきませんでしたので、思いっきり祝福かぶせております。はい、なんで皆さんは、お気をつけくださいという感じですね。いやマジでエアプだったわ。金徳1個なくなるの痛いからね。まあ古軍奮闘がちょっと重たいっていうのはあるんで、まあ拡張能力1個分くらいの損失ですけども、まあ、ちょっと痛いですね。まあまあ強いけど、まだまだ育てたい感じなんで、ここはメンタルで経験点入れていきましょう。まあ個人的な今後の新キャラの予想なんですけども、まあ打撃の女性キャラ来るんじゃないかなとは思いますね。やっぱ打撃がね、なんだかんだ筋力技術精神に経験点入るんで、
まあ大きいかなというふうに思ってます。さあ、筋力がまあまあですけども、強いモブはまだいませんね。まあ筋力かな、走塁でもいいんだけどね、タックだから。まあたださっき1対1バトルで筋力ポイント取ったから、ちょっとね筋力でいいのかなとは思っております。で、技術が欲しいですね。早めにパワー上限を解放したい感じになってますね。で、コツはもう基本的に、もうよほど査定が悪いやつ以外はね、もらったら潰しちゃって OK です。闘気は上がりやすいんでね。ここは技術狙いで打撃に行くのか？これは、まあ、安牌は筋力だけどね。さすがに。ただ、まあ、1対1バトルのピックアップがモブキャラなんで、うん、まあちょっとあれかなとはありましたけども、ここはしっかりと安牌でいきましたね。さあ、複数タックが欲しいが、なかなか来ない。モブもまだですね、うん。ちょっと怖いとこですね。守備、ワンチャン下克上を狙うかなといったところですかね。それかまあ打撃タックで置きに行くかのどっちかですね。まあ、モブキャラにもしっかり点数回るんで、しかも下克上1回通してるんで、あんまりもうリスク負いたくないんですよね。うん、正直下克上1回通せれば、まあセク1はクリアしたも同然なので、ここはちょっと置きに行くかな。そうですね。さあ、ラブパ回復、地味に体力キープできてるのも嬉しいですね。さあ、告白も引きました。で、まあこのオートレート彼女を使う際の注意点なんですけども、まあオートレート完走するかが完全に運なので、あ、もうそれはね祈るしかないですね。うん、あの全然未完とかありえるんでね。で、さっき打撃タックにいた矢部からこの点数をもらっていくという、これ狙い通りですね。素晴らしい。これでパワー上限もいけそうですね。まあ、ここは筋力ポイントを入れていくと。筋力と精神ですね。さあ、ダブルタックが欲しいが、なかなか来ない。竹島なかなか強いけどね。メンタルで来て欲しかった。っていうのはありますか。おっと、走塁のダブルでした。それはもう、もうこの状態で行くしかないですね。セクイチは本当にもうね、突破率厳しいんですけど、まあもう、こんな感じでね、ダブルタック引きつつ、自分の闘気もここまで上がってれば、このダブルタックで入れた経験点をモブキャラから取れるっていうメリットにも繋がってきますんで、まあね、厳選大変ですけどね、頑張りましょうって感じですね。さあ、査定が高い青徳を取っていきます。まあ、かくらも取っていいけどね。301まで。かぐやを抜かしたいんですよね。なんで、まあ、阿部ひ取っちゃっていいんじゃないかな。ボーナス経験点をちょっとでも上げるために、ここはしっかりと取っていきます。アウトコース取るかな。アウトコース、ささやき破り。これで超えましたね。OK、OK。でかいね。これは相当入るよ。さあ、これ、あ、よかった。これね、しおりさん入れてたらちょっと慣れてたんですけど、あんまりメインデッキのイベキャラ同士でバトルしてほしくないんですよね。経験ってもったいないんで。さあ、モブキャラどうですか？なんとも言えない。なんとも言えない強さですね。まあ、これだったらやる気もらった方がいいかなって感じですかね。まあ打撃か筋力だね。まあ、打撃が一番点数入りますけども。どうするかな。イベキャラが全員一人なんで、まあ、正直どこでもいいっちゃいいんですよね。
走塁取るのはなんか違う気がするけど、一応1000点超えてるんで、まあ行ってもいいかもしんないっすね。うん、かぐやがなぜかめちゃくちゃ強いんですけども、ここはちょっと難しいね。まあ経験点バランスが本当にね大事になってくるのって、まあ大気とか言ってもね、この23のモブが消えるんすよね、どうせ次のターンタイブするんで。まあそういうところも、まあ細かいですけども見ていくとまあいいんじゃないかなとは思いますね。うん、タイブするモブに点数入れてもあんまり意味ないですからねって言いつつ入れてるんですけど、はい。でセクイチが7256点と、まあまあ上出来ですね。さあ転校生、促進忍耐悪くないっすね。今回の強化で促進が結構強いなと思っております。うん、全員に230点だったかな。自分にも入るし、まあ、モブキャラにもしっかり入るんで、ワンチャンね、まあ、場合によっては孤児より強くなる局面もあるかもしれません。お前強で、お前も強これ打撃ダブル行きたいけどさ、モブキャラ強すぎるね。まあさすがにキリルとマチちゃん点数持ってると思うんで、ここはちょっとモブっといた方がいいかな。両方、うん、こいつに関しては2400点くらい入りますね。いや強い。まあセグイチのね走塁ダブルとね促進が効いてますね。さあ無事1位になりまして、勝利の翼は回復プラスやる気アップがあるので優秀ですね。このイベントマジで強い。さあ打撃またダブルだけどカンストしてるんですね。こういう時はもう打撃タック踏むのもったいないんで、まあ、回収していきましょう。まあ、理想を言えばね、3000点のとこね回収してからこういう練習を引けると、まあ、嬉しいんですけども、まあ、そううまく噛み合わないよねっていう感じですね。はい、まあ、セクイチに来いよって言ったら、まあ、それはもう本当結果論なんですけども、もらったコツはまあまあかな。うん、まあここは、いや総力上限今無理してあげなくていいけどね。この後集客で裁くからさ、ちょっとこれは愚かですね。愚かなことをしてます今。3000点ゲットですね。まあ一番点数入るのは筋力と走塁の3900点だったかな。うん、まあそれを狙うのが理想的ではあるんですけどね。さあ走塁かぐや、これも素晴らしく強いね。これはもう行きましょう。ダブルタックが効いております。でさあ、やめてほしいよね。このまたさ、肩のダブルにマチちゃんがいる。いい練習がね、来てるんだよね。たださ、これは、さすがにかぐやかな、とは思うんですけど、ただ、後の投資って考えたら肩も悪くないんすよね。これね、ちょっと迷いましたね。皆さんだったらどっちに行くかな。ケヒャールはさっき取ったんでね、肩練習の価値は非常に高いんですよね。これ肩いったかな。ちょっとね、もう一昨日撮影した動画なんであんまり覚えてないんですけども、あーさすがにそれいったか。肩練は見なかったことにしましたね。やべ強っ、やべがめちゃくちゃ強い。さあ、翼はちょっと弱いね。メンタル。あー、ちょっとこのターン微妙だな。このターン。通常練習でもいいんだけどね。うん。これさっきかぐやから点数取ってたんで、通常練習でも悪くはないが、体力はちょっと不安ですね。うん。まあただここは点数取りいったか。いやーこれはもうカロリーバー使うしかないかな。精神練習引けない限りはちょっときついな。おっとちょっと渋そうだけど大丈夫か。うわー弱いなー、ちょっと渋いっすねこのターン。メンタルを踏みに行くかな。翼ちゃんに精神ポイント入れるっていうのはワンチャンありですね。はい、なんでここはそれを選択しました。
まあこれはど何でもいいですね。さあオートレートありがたいね。クリスマス目前だけど、うん、なんとか耐えられましたと。おっとマッチン、あーやべがつえ、やべがつえ、銭形も悪くない。これも悩むよね。まあ、翼ちゃんに点数入ってなかったから、これ、踏みに行くのも、ワンチャンありですね。ここは踏むかな。まあ、マチちゃんもこれ踏めばオール3000点にできるんで、ここで2000点取るんだったら、踏むかなって感じっすかね。てか、肩ダブルも来てる。肩ダブルも来てる。ちょっとさ、なんか、取りたい時に限ってダブルタックとかが来る現象が続いてますね。ただここは打撃かな。翼ちゃんに点数入れるためにもだいぶ悩んでますが、ここで決断しました。うん、で、これで、ここイベント切んなきゃダメだったんですよ。下選んで。ただ、エアプだったんで、上選んじゃいましたね。ちょっともったいない。さあ、なんで、せっかく点数入れた、マチちゃんとかを引けないときついんですけども。うん、まあ、これは矢部に救われましたね。さすがに練習弱いんで。まあ、ミート上限、守備上限、補給、あ、補給は無理か。まあ、一旦ミート上限ですね。オッケー。矢部が強いってなんか珍しいっすよね。さあ、でクリスマス満塁男をもらいつつ、イベキャラ来てくれお願いします。あー、マチちゃんが選ばれない。マチちゃんが選ばれない。かぐやがまあまあってところか。バラバラなんで、これはかぐやか高島かな。まあ、かぐや陶器下げすぎるとマジで退部しちゃうんで、まあ、そこには注意が必要でございます。まあ点数で言うと精神とあんま変わらないんですけども、まあしっかりここは肩かな。筋力も悪くないけどね。これも判断が難しいね。闘争はね、システムはシンプルなんですけども、意外とね、考えるんですよね。なんで、まあ、なんか、ぶっちゃけると天命よりかはサクセスの時間かかるかなっていうふうには思ってますね。サイキッカー天命よりかは。モブの点数まで把握するってなると、まあ、マジでとてつもない時間かかりますからね。まあさすがにそこまではやらないですけども。これで、まあ、天才覚醒がいつ来てもいい状態になりました。メンタルですね。かぐやの点数はあえて削らない方針でいきました。同じくらいの点数だったら、まあ、セクション始めに、工事とか引ければね、イベキャラに点数入りますんで、まあ、そこで3000点にして、どでかいのを狙っていきたいという感じですかね。翼強いね。マチちゃんが来てほしいんだけど、まあこれは翼かな。さっき入れた甲斐があるというものです。アンダー製造機取れるけど、まあこのデッキだったら取んなくていいっすね。一旦アンダー製造機取って新アンダーにする編成って、そこに神経つかなきゃいけないんで、あんまり自分好きじゃないんですよね。ぶっちゃけなくてもいいかなとは思ってます。さあケヒャールいいんじゃない。あ、取ったやつだわ。ケヒャールは取ったんだわ。誰お前、竹島強。竹島強いね。ただ、マチちゃんが選ばれないのが、きついところ。完全に運だからね、これ、選ばれる、選ばれないかは。筋力がちょっと溢れちゃうので、振っていきます。パワーヒはキリルのイベント2回目で取れますんで、ここは、3000点入れていく。モブキャラから3000点入ったらもう十分ですね。さあ、マッチちゃん成功。からの、マッチン来てくれっ
ていうとこなんですけども、あーケヒハルがまあまあ、これケヒハルだね。いやーマチちゃんが選ばれないね。点数3000点、多分3000オール持ってるんですけどね。ちょっともあと1ターンで来てくれたらいいけど、もったいないね。逃走固有キャラはね、まあ、300オールセクションの初めに、まあ、追加で入るんで、3000点で放置しとくのはマジでもったいないんだけどな。うん、なんでまあここはケヒアール取るしかないかな。ただケヒアールも、おっと iPhone がアップデートを催促しましたね。これ撮影してんの朝の4時やん。やばい時間に撮ってんな。はい、ラストマチちゃんお願い。キリルはいいんじゃない。あ、よくねえわ、守備だとよくねえっすね。あ、来た。あ、ラッキーっすね、最後に引けましたね。これは助かった。まあ筋力走塁できたら理想的だったんですけど、まあ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 許しましょう。 OK、 これでまあだいたい点数みんな減らして、うん、いけましたね。36000点、点数は出てますよ。さあ転校生が大事なところ、どれが来る。精霊孤児、これは強いね。これぶっ壊れです。ありがとうございます。女性キャラにとんでもない点数が入りますね。これ1000オール4000点女性キャラに入ったってことか、やばすぎ。ってことでまたマチちゃんが、はい、とんでもないことになりましたね。翼も強い、やっぱ精霊強いっすね。うん、特にセクイチセクに終わりに精霊引きやすいんで、投手キャラをね退学させることができれば。なんでね、やっぱ女性キャラ主体のデッキの方が個人的にはいいなとは思ってます。はい、これはね、マチちゃん筋力か走塁でいくのが理想なんですよね。なんでここは一旦翼で3000点もらっとくかな。だいぶ、うん、攻めたことしてますけどね。まあまだ余裕あるんでいいでしょう。あっと、やばい、このデッキはあれなんですよ、万能パワードリンク持ち込みできてないんで、サボり癖と不眠症が天敵ですね。さあ走塁キリルもあー来た、これですよ、待ってたのは。皆さん3900点練習ですね、これは俗に言う。これ引けるとマジでもう有頂天になれますね。青骨はだいたい取ったかな。冷静が欲しいけど、まあ冷静もらえることは多分ないな今後。さあこれで出ました、3900点練習、ありがとうございます、いただきます。熱場さんは回復嬉しいけど、金徳が被る未来が見えてるんでちょっと残念。お、このキリルもいいんじゃないか。さあセクさん、これ爆発するな。メンタルも悪くないけど、まあこれは3000 2つあるんでキリルいっときましょう。大丈夫ですね。3469点、3900からの3469点、やばすぎる。昔の、なんていうの、パワコーとかの転送系検定を2ターンで稼げるっていうね。やばすぎるよな。これはもう上選ぶしかないっすね。降格法は、まあ、今回電磁とか入ってないんで、まあ、ここは高くでいいでしょう。本当はね、ここエピローグ祝福じゃなかったんですけどね。まあしょうがないね。ちなみに、通常バージョンの翼も全然使えるんで、まあ、その場合はラミー以外の彼女を使うといいと思います。はい。まあ、スズネちゃんとかね、キジタとか使うと、まあ、全然併用はできるかなというふうに思ってます。さあ、ちょっと練習があれだから、筋力、矢部が強いのか。これちょっと難しいね。筋力取るか、まあ、まださばけるんで取った方がいいか。
筋力練習踏むのも全然ありだと思うんですけどね。ただ肩練習にするか。矢部が2300点くらい。そうっすね。ここは筋力の方がいいかな。2500点くらいですね。ありがとうございます。今回矢部が大活躍。歯ブキの回復がありがたいね。まだカロリーバー一回も使ってないからね。そこそこ。翼がまあまあかな。あー、ありがたいねー。かぐやちゃん。ありがとうございます。そういえば、君も女性キャラでした。さあ、そして、打撃に誰か来てそう。翼。まあ、そこそこですね。あー、これもかぐやっすね。陶器に注意しながら。まあ、まだ大丈夫でしょう。200切ると、ちょっと怪しいけど、200切んなかったらまあ大丈夫かなと思います。いや、うまいっすね。3000点ゲットでございます。これちょっとかぐやスカスカになっちゃったね。キリル完走。ケヒャールのさ、まあ、キリルもそうだけどさ、福井部もうちょっと強くしてほしかったっすよね。せめて回復かやる気アップ、このどっちかは欲しかったなって思いますね。さあケイヒャー、ああマチちゃんが強いね。これはマチちゃんいくから、そろそろイベキャラの点数がスカスカになってきましたね。だどっかのタイミングでダブルタックないし固まった練習を踏みたいなとはこの時思ってましたね。オッケーです。ウド対矢部、矢部が無双してるといいですね。オートデートもあと1回くればいいのかな。からのキリル。ああ、この練習。ああ、なるほど。翼がまあ、ああ、これケヒャールだね。これは精神がっつり入れておきましょう。だからセク4で派遣とか引けたらもうやばいね。セク4派遣引けたらもう UF ペースですね。ただ、ここであることに気づきましたね。メンタルにイベキャラが3体います。ということで、この練習は踏みつつかぐやから優勝特殊力もらってもいいんじゃないかっていう局面なんですよね。さすがにイベキャラの点数が落ちてきてる頃合いなので、ここらで3体に点数入るんだったら踏んでいくかなって感じですね。敏捷はね、余りがちなんで、その敏捷ポイントを精神ポイントで裁くためにも、イベキャラに精神ポイントは入れておきたいんですよね。で、友情特殊力取るタイミングもないので、ここで取るかな。はい、取りきました。OK。まあ、まだまだ重たいけどね。レベル5で取れる機会なんてめったにないからな。さあどうですか、ヒサナが。矢部がまあまあ、いやーもうちょっとスカスカっすね。ここもイベキャラが固まってほしいが、肩が悪くないか、肩いくかメンタルいくかっすね。まあただもうセクヨの転校生にかけるっていう、感じにするんだったら、まあここはもう点数取る一択で OK ですね。1500点。さあ、かぐや完走。んでもって、肩キリル、筋力マッチン。筋力マッチン、精神入れたけど、あ、まあ、取ってもいいか。これなら取っていいっすね。OK、2200点。からの、強いモブもね、助けて、ああ、これの肩ダブルタックいいんじゃない？
そうね、これダブルタック踏んでも全然いいな。まあ、ただね、セクションも終盤なんで、取ってもいいなってどっちかっすね。1500。いや、これ2000点か。取りいったか。今の俺だったら、これ肩ダブル踏んでましたね。キリルもそんな点数持ってなかったんで。まあ、ただなんか、今ケヒャルが勝てたんで。あ、この練習もいいじゃん。その肩連もいいんじゃないか。ここで点数を入れておくイコール、まあ、セク4の転校生が爆死した時のケアもできるんですよね。なんで、これは、肩踏んだ方がいいと思うけど、頼むよ。これはね、絶対練習だと思う。当時の俺を。判断を誤るなよ。どっちなんだマジで後付けだからマジで分かんない。踏むよな。あ、よかった、ナイス。しかもラブパレ回復もできるからね。 OK。 さあウドがバイバイ。ちょっと投資キャラ少ないな。派遣引ける可能性がちょっと下がってますけど、65000点十分でしょう。さあどうだ。いや弱い弱い弱い。これが俗に言う爆死ってやつですね。新鋭と保管くらいしかないけど、保管で、あ、まあ保管で水木と岩井がいい感じに点数持ってて伸びるならいいかなって感じですね。ただ新鋭はマジでいらないな、マジで。保管とかだったらまあいいんですけどね。それか新鋭とか。さあ、ちょっとセク4転校生爆死しちゃって、たんで頑張りましょう。なんでさっきの肩タックがだいぶ効いてますね。頑張ろう。これはもう翼かかぐやのどっちかだけど、まあ筋力練習にいる分翼の方が強いかなって感じですね。ただこれセク4まで点数持ちそうにないんだよな。モブキャラ頼りになることが想定されますね。このダブルとかもでもかぐや来てんな。これは取りたいね。おーっと、富田が強い。まさか他の影響を受けたのか？富田いいね。まあでもさすがにここは筋力かな。とは思います。まだ捌ける状況下にあるんでね。点数がさばけるうちは一番点数が入る練習に行っとけば間違いないと思います。ただ筋力はちょっときついか。月の下レベル3か。まあまあまあ3ならまあいいかなって感じはしますけども。はい、3000点ですね。入れていきましょう。で、タイムラインにね、ちょっとかぐやが近づいてるのが、ちょっと不穏ですね。多分こいつとか保管の影響を受けてそうだよね。守備、メンタル、あ、いいですね。やっぱモブ頼りだな、今回は。練習、まあ、肩ワンチャン踏んでもよかったけど、まあ、ここは技術精神が今不足してたんで、入れておきましょう。んで、お、アンダ製造機が取れますね、一応。そう、ここのターン、ちょっと練習微妙だったんで、これアンダ製造機取り行ってもいいですね。キリルにそんな点数も入ってないし、水木ちゃんに結構な点数も入れられますし、さあ、あたりしおりもさっきそこそこ点数持ってたんで、まあ、ここはアンダー製造機を取り行きましたね。今のとことかアロマグッズ使ってよかったんじゃないかな。多分まだ使ってないよね。見返すとまだね、結構やらかしてるとこあるんだよね。メンタル、おー、いいっすね、しおりさん。入れた甲斐があるというもの。
まあ、あとは冷静とチャンスと対左丸と月の使者かな。オッケー。さあ、昔はねこの練習試合ね勝ち確じゃなかったんですよね。調整が入って勝ち確になったっていうね、実は経緯があります。おーっとケヒャールいいね。意外とセクヨの転校生渋かった割にはみんな点数持ってますね。うん、それが今回のサクセスにかなり生きてきてる気がする。うん、いい感じですね。3666点。お、デートも完走してくれました。危ないね、6月3週って結構ギリギリだからね。さあキリルがまあまあいい感じですね。お、水木ちゃんも強い。おっと、これはもう最後まで持ちそうですね。モブも強いしな。点数状況的には水木かモブの方がいいかな。キリルが2500点くらい。あー、やっぱ筋力練習が強いんだよね。もうね、あと9ターンなんで、とにかく点数が入るところをプッシュしていきたいね。で、水木はできれば打撃とかで、踏みたいなってのはありますんで、まあ、それを狙うかな。あ、でも、取りましたね。で、今回の、もう悲劇と言ってもいい。今のかぐやの負けのせいで、かぐやがタイブラインに、降格させられました。もうこれ最悪だよね。最終ターンだよ。最終ターンにさ、30キャラくらい咲いてさ、その中からさ、狙い撃ちされることある?あるんですよ。もう本当に最悪。だから、かぐやもね、できれば、これがストレスになるからね、もう、これで上り竜かけましたからね。痛すぎる。上り竜査定もいいからさ、しかも、青徳もすでに取っちゃってるからね。いやー、やられたなー、この片桐に。片桐がただ結構強いんだよね。マジでなんで今回こんなにモブキャラに点数入ってるかが謎っちゃ謎なんですけど。いやー、だから実質翼の選択肢ミスとかぐやタイプで金徳2かけですね。これが本当に痛かったな。一番点数入るのはおそらく走塁練習、守備練習、まあ打撃でもいいけどね。打撃、走塁、守備のどっかですね。そうで、ここで気づいたの確か。ここで、あれ、祝福かぶってるやんっていうね。気迫ヘッドと孤軍奮闘選べばよかったっていうね、ふうに気づいたんですよね、確か。さあ、この最終ターン、何を選ぶか。まあ、走塁かな。ただ、ちょっと精神練習ででかいの引けないと苦しくなりますね。金徳も2かけだから、そのあたりは攻めていくかな。これが2300点くらい入るからね。あんま変わんないのか、打撃と。そう考えると。守備が一番入らないっすね。なんでこれ打撃か。打撃行って、次メンタル練習を狙う感じですかね。いやー、かぐやが50点オールに変わってしまった。あ、その翼、あー強いな。
やー、それもいいな。体力量的にメンタルかな。なんかね、点数は安定してるんだよね。まあ月の使者も取るしかないね。さあもうとにかく美味しい練習を踏んでいきましょう。筋力が欲しいよ。逆が良かったな。てか打撃強えな。次のターン筋力練習にかけて、まあ打撃に行くかな、ここは。というふうに思います。もうあとは、冷静も取っていいかな。あとは筋トレだけですね。OK、3000点入れていきましょう。筋力と走塁が鍵でございます。どうだ、弱い。いやー、微妙微妙。うわー、メンタルが強い。攻めるならメンタルですね。難しいけど、技術系はほとんど取っちゃってるので、集客でさばくしかないんだよね。チャンスメーカーは最後エピローグでマチちゃんがくれますんでね。次筋力か敏捷を引けないとやばいですね。これはモブで結構強いやつがいたんで、まあそいつが来てくれるのを祈りましょう。おっと、それはちょっと嬉しいぞ。あ、しかも、オートデートも謎に完走しましたね。さあ、筋力走塁、どうでしょうか？引けるか？肩がまあまあ、走塁弱い。まあ悪くはないけど、もうここ行くしかないっすね。2000点だとちょっと物足りないけどね。さあ残り3ターン頑張れ。翼強いけど今そこじゃねえんだよな。今そこじゃねえけど打撃が一番点数入る。敏捷がマジで、これ敏捷引けないと大変なことになりそうです。対変化球丸の金徳もそろそろ出てもいいような気がするけどね。はい、最後筋力走塁ですね。もう行く練習は決まってますね。これまあ一応どうにかなるっちゃなるけど、お願いします。強いモブキャラ来てくれ。ドン弱い、ソリ。ちょっと物足りないな、水木ちゃん。まあ、来ないよりはマシだけど。最後、ラスト一発ですね。もうちょい強いのが欲しい。技術精神海岸が、せざるを得ない状況になってしまってるんで、まあ、筋力か敏捷ででかいの引ければバランスが完璧になります。さあ頼む、誰かいてくれ。水木また、いやー、これはやばいか。筋力助けて誰か。まあまあか、悪くないっすね。片桐はちなみにかぐやをタイブに追い込んだ元凶ですね。いや、どうなるかな。まあ、でも、さすがに技術精神がこれは、溢れちゃうので、まあ、海岸不可避ですね。もったいないな。もうちょい伸ばせたね、これ。セク4の転校生が、
もう促進1体でもいたらね、全然違いましたね。っていう。まあ、闘争強化始まって、一番、まあ、ハマり自体はハマったサクセスですね。まあ、ただ、金徳2家系の不完全燃焼、セクヨンも転校生爆死だったんで、まあ、まだまだ伸びしろはあったかなと、104,874 点でございました。伝説の戦男。まあまあ、もう、印象つかなければ何でもいいっすね。はい、まあまあいいでしょう。そこそこの当たりでございます。はい、で最終こんな感じですね。金徳は2かけです。上り竜とまあ古軍奮闘ですね。本当は取るところだったんですけど、古軍奮闘が取れませんでした。はい、で、拡張能力がどんなもんかな。72、74、87。まあ、バランスいい感じですね。はい。まあ、結構ね、やらかしはあったんですけど、やらかしっていうかもうね、かぐやのタイプがマジできつかったな。はい。で、まあ、UG6 まではいけましたね。はい。いや、全然ね、これ、セクヨン派遣とか来てたら UF あったと思うんだよね。だちょっと悔しいけどね。うん。まあ、そこは運なので、まあ、試行回数積んで、頑張っていきたいと思います。で、これちょっと、もう3日前の動画なんで、もうね、スタメンがほぼ UG に実はなっております。はい。ただ、まあ、左上更新ですね。ありがとうございます。はい。って感じでね、まあ、個人的には女性固めが強いな、というふうに思っておりますんで、まあ、翼ちゃんお持ちの方はね、別バー、通常バージョン、両方使えますんで、ぜひ使ってみてください。って感じで、今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録してた方はぜひよろしくお願いいたします。では失礼します。See you.